リセってお前なんで呼び捨て。いや本当にそう。誰だ。戦闘BGM流すのやめて。YouTube 的にまずいかも。よしよし。いつか逆難しても良い。俺は全てを手に入れ、全てに刺されよう。海賊王に俺はなる。テレビではワイドショー番組は流れている。以上、当プロ藤川理瀬休業に関します本人よりのコメントでした。プロ対局、西洋ということは何か体調に問題でも。ペルソナ5に将棋強い人いたのよな。リセチね、リセチ。休業後は親族の家で静養との噂ですが、確か稲橋ですよね。連続殺人を。絶対連れてかれるじゃないか。老舗の豆腐店だと聞いてますが。ああ、そこなんだ。こちらを手伝われるんですか。以上で記者会見を終わります。アイドルだよね多分。面倒な野獣馬が増えそうだな。確かになんかこの実家ばっていうの本当にデリカシーだよな。つうかそうだ先輩ら、ニュース見たっすか。リセチ、ああ、藤川理瀬電撃休業ってやつ。まさに今ブレイク中ってとこなのに。ああ、そうなんだ。で休業すんだろうね。まあすごい売れてるんだね今ね。アイドルってのも大変だよな、うん、まあ誹謗中傷に疲れたんじゃない。あ、つつかある。ニュースだと彼女、おばあさんの豆腐屋さん行くんでしょ。豆腐屋さんあったね、町に。もしかしてマルキューさんのことかな。でも、アメギやったらだいぶ荒れちゃう。その豆腐さんとかも付き合い長いんじゃん。マルキュー豆腐店。ちょっと前までなんだ。うちの旅館でも仕入れてたの。ああ、商店街のあそこか。今は別のとこか。え、じゃあ、あの豆腐屋行ったら、リセに会えんのかな。っていう安易な発想で言ったやついそうだな。俺はこういう時、いや、俺はそんなミーハー心で行かないからって言いながら、そわ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 してた。行かへんけどな。行かへんけど本当は行きたいねんな。でも興味ないから、もう興味ないし別に。ちょっとちょっと、プライベートには踏み込まないし。重要な点からそれてってない。何事件の話だって。ああ。あんた自分でテレビつながりって言ったでしょうが。確かに次の標的に。確かにアイドルなのは前からだけど、彼女今ニュース流れてこの街の時の人じゃん。ちえちゃんが一番事件の肝を押さえてるな。しかも本人ここに越してくんだよ。そうだね。俺らの推理通りなら目をつけられるパターン。そうなるね。あ、でもリセッチ映んのかなこれ。シルエットで分かりやすいよね髪型が。ああもうどう見てもリセッチ。水着を着ている。心なしか昨日で見たリセに似てる気がする。もしもし、おい見たか今の。見た。今のどう見てもリセだろ。藤川リセ。いやぽいよね、かなりぽい。とにかく明日行ってみようぜ。これはなんだっけ、マルキュー豆腐店。あーもうおまわりさんがいないとレベルか。まあそうかもな。あれ刑事さん、なんかあったんですか。ああ君らが、いや野獣馬が次々車で押しかけて商店街の真ん中。ああなるほどね。なんか遠方からも来るか。なんか訳ありっすか。なんか賑やかだな実際。なんかこれでさ、豆腐がバーッと売れてもさ、店もそんな嬉しくないと思うんだよな、一時のもんだし。それより何してるこんなとこで。リセは見に来た。一番疑われへんのね。まあ当の本人からしたらたまったもんじゃないんやろうけどさ。まあいい、いくら芸能人だろうが、うん、ここは自宅だ。迷惑にならないようにしろ。まあ本当にそうなんだよな。だよ、ばあさんだけでリセチいねえじゃん。ああ感じある。もうこの町来てるって聞いたけど、ガセネタ踏まされたってことかな。もう、まあ、外出れない。人はけたし確かめに行こうぜ。もう俺がなんか自腹で買うから。やった。熱しやすく冷めやすいところは苦手かも。ちょっと待ってね、彼氏の話してる。何豆腐の話だよね。え、全然リセチいるじゃん。リセってお前。リセってお前。なんで呼び捨て。いや本当にそう。ね、あ、ごめん、そうだ豆腐。まあまあまあ、豆腐どれにするの。あ、でもなんかもう慣れたもんだね。なんかこのアイドルの顔してない時のリセチいいな。テレビで見んのと全然キャラ違うな。たまたま疲れてんのかな。なんか元気なシーンのイメージが強いわ。あの、最近変なことなかった。この街物騒だから、それで俺たちいろいろ調べてるっつうか。なんで説明したらいいんだろう実際。なんか誘拐事件が起こっててそれを調査してますとか言って、なんかはいはいって感じだね。
真夜中に映るテレビのことって知ってる？なんて説明。まあこの地元ならではのネタだよね。昨日の夜のやつ。ああ、知ってるわ。テレビだっけ。話が早いね。噂、知り合いから聞くことあったし、でも昨日映ってたのは私じゃないから。あの髪型で水に取ったことない。ああね、はいはいはい。それに胸が。胸が？胸あんなないし。ああなるほどね、はいはいはい。言われてみれば。じゃねえよバカタレ。頭引っ張ったか俺ここでバカ野郎。で、ああ何言ってんの俺。あそのごめん。謝りすぎ。変なの。スタイルが良かったね。ちょっと待って待って。こんな変なのっつってちょっとフフっておられると。男子高校生みんな好きになっちゃうよ。あ、笑った。やっぱり笑顔が一番似合うよね。リサちゃんには。今ここ事件起きてるじゃん。で確かにリサちゃん鼻あるな。鼻があるわ。されるかもしれないんだ。あ、まあそうだね。分かった。ありがとう。気をつける。まああんまりね、知らない人とは話さない方がいいですよ。あ、豆腐だ。でかっ。いっぱいだね。一日で全部食うの。豆腐屋の豆腐って食ったことねえわ。藤川理瀬と何を話した。俺豆腐屋って車運転するのうまいイメージがないからさ。あ、まあ、でももうここ変に隠さんと。あ、事件についたよ。これは警察の仕事だ。遊びならよそでやれ。素晴らしい。で、理瀬だけど朝ちらっと覗いたら店にいた。真夜中テレビに例のバラエティみたいのが映るのはやっぱ本人が入った後みたいだ。あの予告とかどうやってなんで流れるんだろうね。被害者自身が生み出してるのかもって前言ってたよね。映像に出てくるのもう一人の自分なわけだし、入った人の本音が無意識に見えちゃうのかも。なんか今までのみんなの本音って隠したい部分だったけど、リセチの場合どうなんだろうね。けどさ、コンプレックスなのかな。真夜中テレビっていなくなる前から見えるじゃん。いまいちはっきり見えないやつ、あれは何なわけ。な、そうだね。まるで予告みたいだよな。な、結果的に予告に見えてるっていう可能性はない。というと、被害者の心の中が映るなら犯人もって思っただけなんだけど。いや結構頭いいなお前。次はこいつにしようっていう気持ちがね映ってるんじゃないかみたいな。心の内が見えちゃうのかな。確かにちょっとありそうだな。そこまで行くとあの世界そのものがそういう風って気もしてくるな。じゃあ犯人側がリセチーはもうちょっとお胸があった方がいいなって考えてるってこと。被害者と犯人とりあえず今はっきりしてんのはリセが危ないってことだ。今度こそ犯人に先回りしようぜ。でもどうせ夜には解散するじゃん。店の前でタムロされるのやだな。アニメ来るなら来てみろ。足ガク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 。あれ全然。ちょ、あの戦闘 BGM 流すのやめて。シュルルルルル。どう見てもオタクくんやけど。あ、逃げた。あ、逃げた。おい、待ちやがれ、殺せ。へへへ、白紙。んなの聞くバカだ。飛び込むぞ。僕が車に轢かれてもいいのか。めんどくせえ。こういう時は優しく説得なんだよな。釣られるやん。アホやった。父様ぶっ殺しといて、てめえはそれが。もう飛躍してもて。タンマ、ぶっ殺して何のこと？まあでも人ん家をね。話は書で聞こうか。おお。このセリフ言ってみたかった。いいから来い。いや来い。あと。あおじゃん。これで。終わったってことか。まあまあでも捕まってもらう分にはいいわ。あとのことは警察っすね。そうだ、一声かけた方がよくない？リセちゃんにさ。もう大丈夫だよっつって。リセに用事の人かい。あいにくあの子出かけたみたいだよ。おばあちゃんも懐深いな。黙って出てっちゃってね。探した方がよくないか。まだ遠くへは行ってないだろう。あ、でもよ、よかった、危機感を持ってるな。あ、うん、わかった。嫌な予感するな。当たんなきゃいいけど。どんな番組になるんだろう。まあもう連れ去られてるんでしょうけど。え、つった。やっぱリセチだ。マルキュン、リセチ、うん、もう番組始まっちゃった。皆さんこんばんは、藤川リセです。あ、じゃあセクシーポーズだ。私進級して、いよいよ花の女子高生アイドルにレベル。あ、高1なんだ。やったー。この言葉聞いたことあるかな。
ストリップ。あー、ストリップショーか。なんか服脱いでくやつだろ。本当に？いや、恥ずかしい。楽しさ。女子高生が脱いじゃうのって世の中的にあり？ YouTube 的にまずいかも。まるっと脱いじゃおうかなって思います。陽介ちょっと様子見ようとか言い出さないかな。お楽しみに。ストリップとかってマジか。嬉しそう。なんか回を重ねるたんびに企画どんどん。ああ、でも確かにそうかもな。今回はゆっくり助けよう。まあ言うか、陽介が言われたら俺が言おう。じゃあ、だって早く助けないとリセジ脱いじゃう。それはかわいそうだろう。陽介、ああ、またあれ、もう一人の自分ってのが暴れてんだろう。そうだな、そうだ、俺が間違った。陽介すまない。どう連れ去るんだ な。おい、くまくま。くまくま、くま、泣いてないよ。あ、久しぶりやったもんな、くまな。あ、よしよし、あ、よしよし。いつか逆難してもよい。どこで覚えたんだ。いいぞ。あ、いいぞっつって、いいノリだな。逆難のネタはもう封印しない。逆難な、そう、ユキコね。ユキコのネタやったな、そういえば。さ、理性の情報か。もうみんな無言で散ってった。いろんなことがわからん、クマ。一緒に見つけよう。ありがとう、クマ。先生は優しい。ありがとう、クマ。ニコ。ニコ。あ、いない曜日があるのか、なるほど、うん、彼の好きなタイプ、まあ優しい子が好きなんだって。可愛かったら愛されるでしょ。どんな世界で聞いたのよこいつ。好きな子聞いてきてよ。あ、ほら早く。忙しいな。いいよ、じゃあ聞いてくれよ。俺に気があると思ったら気がなかった女。お前好きな子いんの、うん、なんだこの間から。いない。エビハラ愛をどう思うか聞いてみた。ああ、マネージャー興味ないな。そんだけか、じゃあな。おい、なんて伝えたらいいんだよ。視線を感じる。愛が効いていたようだ。まずい、まっついな。まっついまっついまっつい、来ないでよ。話が早すぎるって。興味すらないって。私愛は冷静さを失っている。好きすぎるだろう。大変なことになっちまうな。みんな可愛い子が好きなんでしょ。私可愛くなったよ。頑張って可愛くなったよ。なのに愛されなかったら意味ないじゃん。ゆっくり話を聞かせてくれ。うく、うう、思い切ってるな。いや、俺マンナムトラウマになってば、あんな飛び降りられたらほんまに。私ね、昔デブでどんくさくて、家も貧乏でね、いじめられてたの。あ、そうだったんだ。好きな男の子にはこっち見んなよ、金が移るとかね。中学になるとき、うちが急にお金持ちになったの。なんか土地があれとか。そしたらやっかみがすごくて、逃げるようにここに引っ越してきたんだ。あ、なるほど。私チャンスだと思った。見返す時だと思ったの。ダイエットして体も鍛えて、ファッション誌もあれだけ読んで、モテるコツとか笑顔とか全部雑誌で勉強した。へえ、そうなんだね。でも努力したんだね。すごいじゃん。やっぱダメだったな。可愛くなきゃ愛されないのに、可愛くなったと思っても愛されない。他に取り柄なんてないのに。そんなことねえよ、バカ野郎。ピシッ。いやいや、愛の良さが分かんなかっただけでしょ。まだあんたは優しいね。まだ全然話してないもんな。あんたみたいのを好きになればよかった。んなんてね。おい、これもしかしてあれ、昇進中の女の子に付け入る男やっちゃったの今、もしかして。だったら付き合おうか。これルートっぽいな。うわー、男歌いとしては軽い気持ちで付き合いたくはない。結果的にその子を不幸にしまうだろうからね。でもゲーム配信している立場としては、俺は全てを手に入れ、全てに刺されよう。これが俺の出した答え。海賊王に俺はなる。余裕だ。余裕だ。富、名声、力、そして青春すべてを手に入れた男、ゴールドロジャー歌い。だったら付き合おうか。うわ、うん、うわあ。ああ、なんだこの二人、愛と特別な関係になった。今日はもう帰るね。ありがとう。私歌いは、彼女の、人間性を最も重んじ、とても楽しい、でもなんだかんだ楽しかったなと言わせられるよう精一杯努力いたします。
最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。コメントも